去年から始まった11月27日の愛知県民の日までの1週間に、県内の市町村などが休日を指定できる県民の日学校ホリデー、名古屋市教育委員会が保護者に行ったアンケートでは、3分の1が有意義でなかった、あまり有意義でなかったと回答しました。これをを受け名古屋市ははは今年の参加は見送る決定ししました一方でで愛知県では 保護者のおよそ4割が子どもに合わせて休みを取ったといいます。す仕事ををを休休むこことととが難しかかったたなどのの声もあるるめ、愛知県は企業に向けけて休暇を取りりやいい職場環境づくりへの協力を呼びかけるということです。